続いいて蓮さんに伺います、はい、今回は隠蔽問題に巻き込まれる主人公の婚約者という複雑な役柄でした演じられての感想をお聞かせくださいうんそうですねやっぱりその基本的にはまあメインキャストがほとんど男性で本当にベテランの方々ばっかりっていう中で婚約者の私がポンと。 まあ、プロデューサーさんたちからは癒しのような存在にのシーンになればいいなっていうふうふにおっしゃっていただいてそうなるように頑張ったつもりなんですけどやっぱりこう本を読んでて男目線でどうしてもこう仕事をしている男の目線で話を見てしまうのでこうたまにちょっとこう、なんていうんですか女の面倒くささというかまあちょっと空気が読めない感じよちょっと空気が1話はそんなになかった。 ちょっと2話3話で2人の中がこじれていくみたいなところでちょっとこれ言わなくてもいいんじゃないのみたいなこととかを女性としては分かる分かるっていうことではあるんですけど、うん、このドラマの中でそれをこうドストレートにやってしまうとなんだこの子はみたいな感じになってしまうなと思ったのでもうそこはちょっと玉山さんに助けていただきながらスレスレのうざくないスレスレのところを。 私は狙ってあのやったのがすごくこう個人的に難しいなっていうところではありました、はい、そしてその玉山さんとは今回初共演だったんですよね。はい、そうでですねいかが本当に、なんていうかまあ、本当に今回初めてお会いするのも初めてでお仕事するのも初めてということで男らしい方だなって。ザ座長 っていう現場を引っ張っていく姿もそうですしこうなんだろう冗談を言ってこう現場を和ませてくださるのもそうだし割と私はなんかそんなに出番が多くないので行くたびにちょっと最初は緊張してたんですけどなんかこう、まあ、恋人同士ということもあって、はい、その空気作りというかそういう空気感みたいなのには本当に助けていただきました。 はい、そして今回、恋人同士の役ということでクランクインしていきなり抱きついたりするシーンだったという話を聞いたんですがそうですねあの、まあ、僕もあのレンブスさんとは初めてであのどういう方かなと思って作りながら、えー、シーンを迎えたんですけどあのやっぱりどっかで引っ張っていかなきゃいけないなっていうあの思いに。 あのー、どこかで思っていてで基本的に監督がカット尻がすごく長いんですよねだから、まああのー、抱き合ったりとかでその後になんかこにアドリブみたいなものを、はい、多分待ってるんでしょうねであの牧田課長って言ってみみたいなのも,もう全部あの <laughs> アドリブだったんですか玉山さんの本番だけのアドリブでした <laughs> <ー>なんか ちょっと恥ずかしいなんか自分が出ちゃったみたいな感じで <laughs> 僕なんかそういうなんかプレーをしてるのかなみたいなえそ全くそういうのはないですけどはい結構そういうシーンが多かったですそうだったんですねはいそして玉山さん以前インタビューで小林さんの大ファンというお話されてましたよねはい、はい、あの実はそのマッサをやってる時にあの大阪の NHK であの僕初めて喫煙所で香織さんと、えー まあ、その時にはまだこの作品は決まってなかったんですけど僕はもう本当にあの香織さんも大ファンなので全然話したくても話せないなんかちょっとあのこう何て言うんだろうすごい長年愛し,愛し続けた憧れの先輩みたいなあの感じがあったので今回本当にご一緒できてあのいろいろあの勉強にもなりましたし。 えー、その現場の振る舞いなんかもものすごくチャーミングで、あのこういうあの俳優さんになりたいなってすごく思いました。はい。小林さんだそうです。本当に皆さんの前で褒めていただいてありがとうございます。<laughs> はい、<laughs> こんな私ですが今後ともよろしくお願いします。<laughs> はい、そして蓮物さん出演が決まった時、はい、キャストを見て大興奮だったという話を。 聞いたんですが、はいはあ、そんな台本にないことを聞,、はい、聞かれるんですねあ。びっくりしました。そうなんです。あのおじ様が大好きなので。<laughs> 本当にあの今この瞬間、多分、私が誰よりも楽しんでると思います。この <laughs> このメンツの中にね。本当に。幸せです。はい、だって。あの、自分のお父さんぐらいの年齢だったら大丈夫ってまで大丈夫って。 あ,あ、ね、そうですね。<laughs> それここで言いますか <laughs>？<laughs> <laughs> では、次に参りましょうか。ありがとうございました。続いて柳葉さんに伺います。はい、これまでも弁護士役演じられていらっしゃいますが、本作の本作の高藤弁護士役作りをする上で気をつけた点、また撮影で苦労された点などございましたらお聞かせください。そうですね。あの <laughs> まあ,あの抱きついたり抱きつかれたり。<laughs> してもらえなかったんですけど、あ、あのー、小林さんの前で言う,言うのもなんなんですけども、あのー、セリフが長くてですね、本当にご迷惑をかけました、<laughs> えー、もうその記憶しか残ってないです、えーまあ、ただ、無事。あのー 終えたので、えー、あとは野、えー、と慣れ山となれと <laughs>、えー、そんな気分ですね。はい、ありがとうございます。続いて小林さんに伺います。本作では主演の玉山さんと同様、先ほども声を枯らしてという話ありましたが、安城のシーンもとても多かったんですよね。五段の現場ならではのエピソードなどございましたらお聞かせください。 そ,うね、そんなあの特別なあの他の作品と比べてるのエピソードっていうのは思いつかないんですけども「朝が早かった」<laughs> それで「中秋」がまたあるのよあの分かる分 <laughs> かるってうのさ <laughs> 7時七時前ぐらいに入んなきゃいけないっていうと自宅を何時に出なきゃいけないかって冷たことあるわけです、うん 僕は5時,5時過ぎぐらいに出た現場もありましたねそれで you, まあ泣いた町っていうのがこんだけ時間余るんだったらもう遅らせちゃいいじゃねえかっていう <laughs> <laughs> あの、つまんないエピソードですいませんいやもうそういうあのなんていうんですかまあ取り切っておかなきゃいけないっていういろんな予備も含めての時間だと思うまあ撮影には、まあ ついて回ることなんですけどもあのー、そういう意味ではすごかったですねかおるさん、はい、あの現場でお弁当が「今日はちょっとお弁当寂しいな」って言ったら<ー>次の日からすっごい後悔がなっましただから僕たちがほんと救われました <laughs> いや、はい、僕ここで言いますけど大したもんじゃないですよあ <laughs> <laughs> そんなにね、はい、そんなにグレードアップしたグレードアップしたっていうと大体ね制作会社もねいい気になるからね <laughs> あのね、そちょこっと良くなったぐらいですよその前がそのちょっとこの若い人たちが、ね、あの力仕事してるのに足りるのかなって僕は心配になってるから、うん、もう少しグレード上げたらって,かって言ったのは言いましたけども、はい、それで「どうですか今日のどうですか?」とか言われるんですけどそんなに大したあれじゃない言われるほどそんなにこう語尾を強くして言われるほどのことじゃないっていう、まあ、それだけはっきりしておきたいなと思って。<laughs>